こんにちは、ユークアースです。今日はですね、普段ユークアースがやっているアルペジオを紹介したいと思います。パワフルなアルペジオです。題してテクセペジオ。アルペジオって分散和音とも呼ばれますけれども、教科書通りのアルペジオは1音ずつ弾いていくんですよ。で、ユークアースはもともとウクレレでロックを弾きたい人なので、アルペジオにもロック的なエッセンスを求めたいんですね。ただウクレレにはですね、ご存知のように弦が4本しかありませんし、4弦もハイ G になってますよね。で、ギターのアルペジオと違って、音の広がりや厚みに欠けるんです。これ素朴な音色、素朴であるとも言えるんですけれども、伴奏としてみると正直寂しいわけですね。例えばギターでアルペジオを弾くときですね、一拍目に必ずベース音を弾くわけですよ。これ今 C のコードを押さえてますけれども、こうですね。C のコードのルートの音をこう、まず弾いて、F だったら6弦の1フレット。こういう風にギターの場合はアルペジオを弾いていくので、一拍目がルート音。つまりビートが明確になりますし、伴奏にダイナミクスも感じられます。こんな感じでギターのアルペジオ僕結構下手っぴなんですけども、ギターで弾くと、まあ弦もスチール弦ですから音色がきらびやかでサスティンも長いんですね。そうすると音にこう広がり感が出て、ああギターのアルペジオって味があっていいなっていう風に感じます。そこでユークアースのテクセペジオの登場です。まずですね、一拍目で3本の指を使って弦を一気に鳴らすことでサウンドに厚みを出してきます。タブ譜にするとこうなります。ちょっと弾いてみますね。最初の拍は4弦を親指、2弦を人差し指、1弦を中指で同時に発音します。こうですね。2拍目は3弦を親指、3拍目は1弦を中指、4拍目は2弦を人差し指。この繰り返しです。じゃ、コード進行を絡めてやってみますね。ただ一小節ごとにですね、こうアクセントを入れていくと、それ世話しない感じにちょっとなっちゃうんですよ。短いフレーズの時にはいいんですけれども、曲の伴奏としてやるとやっぱり世話しないので、2小節ワンパターンで取り組みたいですね。で、2小節ワンパターンの場合やってみますね。2小節に1回鳴らすようにしてみるといいかもしれません。ちょっとやってみますね。こんな感じになるんですね。指使いまずやってみます。というふうになります。もうワンランクゆっくりやってみましょうか。じゃあこの指使いで2小節ワンパターン CFG7 のコードのローテーションでやってみますね。
感じになります。どうでしょうか？結構いい感じじゃないでしょうか？肝は2小節に1回最初に、こう3本指で、4弦、2弦、1弦を弾くというポイントだけです。これは、コードをどういう押さえ方しても、右手の指使い変えなくていいです。毎回変えようとすると、こんがらがっちゃうんで、このパターンを、まず右手に覚え込ませることから始めるのがいいと思います。なおですね、ユークアースのアルペジオは基本的に3フィンガーです。薬指は使いません。薬指使うのは、4本の弦を、まあ何か鳴らしたい。最後だけポンと鳴らすとか、なんか決めがあるとか。そういう時に鳴らす時くらいでしょうかね、薬指使うのは。で普通は、私の場合はアルペジオやるときは、小指をボディに立てて、こう支えながらやってますんで、いずれにしろですね、今回レクチャーした内容は、かなり応用範囲広いと思います。アルペジオで伴奏できる曲、大体使えますし、普通に今まで皆さんがやってるアルペジオよりも、もっとその、こうビート感が出て、曲がですね、もっとこう躍動してくる。そんな感じになると思いますので、ぜひぜひ取り組んでみていただきたいと思います。動画をご覧の方の中にはですね、いや、ウクレレもロー G を張っちゃえば、ベース音鳴らせるじゃないと。そしたら解決なんじゃないんですかというふうに考える方もおいでじゃないかなと思います。ですが、残念ながらウクレレのロージー化はですね、解決策としては不十分なんですね。なぜか。これはですね、ウクレレだとコードのルート音が必ずしもロージーの現状には現れないからなんですね。ユーカースのところには今ね、ロージーの機材一本もないので、これロージーだというふうにちょっと見立てて考えてみてください。例えば F のコード、こう押さえますよね。こうしたときに F のコードのルート音はどれでしょう？実はここです。2弦の1フレットが F なんですね。これがルート音なので、 F を押さえてロー G が張られてるとしますね。で、4弦からこう弾き始めたとすると、今度は4弦の2フレットってさあ何の音でしょうと。4弦の2フレットは A ですね。 F のキーで見るとメジャーサードの音なんですよ。超サンドの音ですね。じゃあ続いて Em どうでしょうか。Em の場合は、ルート音は3弦の4フレットです。ここがルート音ですね。じゃあ4弦の開放。まあ、ロー G の場合、ロー G の G なんですけども、これは Em のコードの、マイナーサード、単サンドっていう音になります。ルートじゃないんですね。なので一拍目にベース音を鳴らしてビートを稼ごうと思っても、必ずしもルートが鳴らないっていう、そういう楽器の構造をしてるんです、ウクレレは。ただしこの最も低い音が必ずしもルート音じゃないっていうウクレレの特徴は、弱点ってことではないんですね。それがダメっていう話ではなくて、ウクレレがウクレレらしい音が出る、まあその肝になってるんですよ。4弦がハイGになっていて、本来音的にはこうチグハグに感じるはずなんですけども、それがウクレレらしさってことで現れてますので、なのでウクレレの良さは良さとして活かしつつ、もっとその演奏としてビートを聞かせるとか、ダイナミクスをどう表現するかっていうことが、まあ課題になってくるのかなと思います。はい、ということでですね、今日の動画は以上になります。この動画が皆さんのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。